スキーの上達に悩まれている方はまずはこれをご覧ください練習時間の経過に対する上達度のグラフですスキーも他のスポーツや勉強あらゆるもの同様理想的な成長曲線を描きません始めは簡単なので上達は早いですがいずれどんなに練習してもなかなか上達しない停滞期にぶつかりますいわゆるプラット学習高原と呼ばれているものです ここで何が行われているかというと今までに入ってきたたくさんの情報が頭には入っていますがすぐには取り出せない状況にあります。脳が知識を整理して使える形に作業を行っているのです。スポーツが上達するとは体をイメージ通りに動かせるようになるということです。つまりどういう動作をどういう順序で行うか理解している必要がありますし。 その理論を自分の感覚に落とし込む必要があります。これをやりたいから、こんな感じでやってみたら全然違った。こうやってみたら成功した。といったフィードバックを積み重ねる必要があります。プラトーでは、そういった作業を繰り返すため時間がかかりますが、いずれ準備が整うと爆発的に上達します。あらゆる分野で成長とはそういうものです。 それを知らずに途中で飽きたり諦めてしまってはもったいないまたは自分の中で考えて整理する必要があるのにそうはせずさらにひたすら情報を新たに取り入れているだけでは一向に上達しないのですスキーがとりわけ難しいと思うのは例えば足を前に出せと言われてもそれは足を前に出す動作が必要なのか足を最初から前に出している状態が必要なのか そしてそれはターンのどの段階の話なのか解釈がいくらでも可能であり詳細にコーチに聞き出すか自分で考え抜く必要がありますそして自分は一生懸命に足を前に出しているのに後ろに踏んでいると言われてしまいビデオで確認すると確かに後ろになっているこの感覚と実際のズレいわば主観と客観が激しく異なるのがスキーの特徴です なので、上手い人のビデオを見て真似しようとしても、ドツボにしかハマりません。その上手い人本人は、実は主観では真逆をやってたりします。このビデオでは、スキー操作を客観ではなく主観で超シンプルにまとめ、また間違いやすいポイント、あるいは悩みやすいポイントをズバッと正解を伝えます。 まず最初に最近ようやくプラットを抜け出せた私自身の例です。実は技術の知識や実践の習得は進んでいても結果としてはあまり現れてこない結果が出るのは最後の最後だというのをイメージですがお見せしますのでそういうものだとまず理解してください。これが今シーズン初め2021年12月19日の私の技術の状態です。 両足アウトエッジポジションそして短前半がエッジではなく面だというのはしっかり理解していてまたそこそこ滑りでもできていました。頭から入ら入ない、早いタッチ、アバラをねじるというのは知識としてありましたがどうすればそれができるのか全く分かっていなかったりあるいは単体ではできるけれども流れの中ではできないどういう意味があるのかわからないといった状態でした。 ということでこのように複数の点が存在するが点と点が線で結ばれているのは一本だけという状態ですこの状態が実に何年も続いていましたその時の滑りがこちらです内藤して外足が弱いですね X 脚でシェーレンしてるし状態はゆるゆるですなんか回している感じがします これが2022年2月6日の私の技術の状態です1月2月にやったこれらの基礎トレーニングのおかげで頭から入らない内膝を返すの2つが身についたおかげで線が増え線と線が面になりました早いタッチあばらをねじるはまだ実感できずさらに板3本分山側に動かすという概念を新たに知りましたが 全く方法がわからない状態ですその時の滑りがこちらですどうでしょうか外側ポジション頭から入らない意識で内側に回しちゃう滑りから外側に押す滑りに変わったと思いますまあしかしまだまだ大して変わってないですよね。 まだ内藤 x 脚でシェーレンが目立ちます。外足は自分的には前に出しているのに、後ろに踏んでいると言われ続けています。そこそこレベルアップの準備は進んでいるのに、そういうものです。こういう段階で諦めてはいけません。これが二〇二〇、二年四月十七日の私の技術の状態です。正しい外交をやっと理解し、あばらをねじるができるようになりました。 これが今思えば最大の転換点でしたさらにこの基礎トレのおかげで打ち腰を突っ張らないを習得かなり点と点を結ぶ線が増えて全体像が見え始めてきていますがまだ早いタッチにはつながらずそして板3本分山側に動かす方法はまだ全くわからないという状態ですその時の滑りがこちらです これでもやはり、まだまだ一見では変化は分かりづらいですよね。アバラのねじれの習得により、正しい外交で力強さは増しているとともに、安定して外側にいられるようになりました。それとともに、正しいポジションも取りやすくなり、足場のエクス脚やシェーレンがなくなってきたかと思います。この頃からやっと、後ろに踏んでいるとは言われなくなりました。 これが2022年5月1日の私の技術の状態です。この基礎トレのおかげで、ついに板3本分山側に動かすを習得し、完成形がほぼ見えてきました。私の場合、外足主体では動かすというのが全く想像できませんでしたが、内足主体なら簡単にできました。やはり人には感覚の向き・不向きがあります。 この板3本分山側に移動が分かり速いタッチへの回路もついにつながりましたその時の滑りがこちらですやっと大きく進化したように見えます そこから数日脳内を整理し陸上でイメトレしてこの完成形を磨いてそれで臨んだシーズン最終日の滑りがこちらですここまで来ると実際に雪上で滑っていないのに脳内とイメトレでだいぶ仕上げることができたわけです このようにプラトを抜けるまでには知識という点を持っているだけではダメで点と点を結んで線にし線と線を面にし足りない点を増やしながら面と面を組み合わせて完成していくのですほぼ完成した時点でようやくプラトを抜け出しはっきりとした上達が始まりますそれまではかなりの努力で知識が増えていろいろやっているのに外からは大して変わったようには見えません 成長とはこんな感じなのではっきり言ってどこかでいいことを聞いたつまり点が1個増えただけでいきなり上達するなんていうのはありえませんまた面白いことにほぼ完成形に近づくまでは感覚的には違和感しかありません非常にぎこちなく気持ち悪く本当にこれでいいのかと思ったりしますですが最後のピースで最終形が見えると 驚くことに実にスムーズで、違和感なく、体に合った感覚になります。それはこのように、立方体を完成形とイメージした場合、出来上がったら非常に強固です。ですが、まだ面が一つ二つ出来上がったぐらいの段階では、グラグラしています。こういうのを乗り越えていく必要があるのが大変なところです。そしてこの先は、この立方体を磨いてより強固なものにしたり、 まだ角張ばっているところを滑らかにしたりすることでどんどん上達していくはずです。